岐阜県羽島市にあるバレンティさんにやってきました。さあ今日はですねバレンティさんのこちらの工場の方にいましたけど、なんとねロケに乗ってくるとこうやって僕のねバレンティさんの LED をね点検してるふりをしてます石田君どうだね、異常ないかね、異常はバッチリですか。もう2、3年になるよね、LED つけてもらって。そうですね、うん、問題ないですね。問題なさそうかな、どうなんですかね。なんか切れるってことはないからね、まあ、LED だからね。そうですね、まあ、はい、あとテレビ見てる人もね、僕のやつはもう本当25年、6年前の車なんで LED ではないんですけども、バレンティさんに全てフル LED にしてもらいました。ありがたい限りですね。もう全部です。で、ね、フロントのヘッドライトもつけてもらって、で下のフォグもね、これはもう社外品の国産用のねあれをつけてもらったんだよね。そうですね、うん、はい、ついてますね。あ、いいですね、はい、はい、いい感じですね。立ちますね、はい、はい、フォグもっていうね、白く、はい、美しく真っ白ですね、はい、異常、異常ないですか。あの、そうですね、室内もつけてもらったんでしょ、はい、室内もルームランプついてるんで、うん、中も LED になってるんですよ、はい、なんでちょっと一回見てください。会えればいいのかな、はい、なんかね、室内灯もあれガラス、ね、こんな感じでついてますね、はい、いいですね、バッチリです、はい、異常ないですね。そうですね、今のところ大丈夫そうですね、はい、あの、はい、バックフォグ、はい、ついてますね、はい、はい、はい、というわけでね、あのロケ来るたびに点検をしてもらったんで、ね、そうですね、非常に、安心しております、はい、はい、それからね、あの次の車、次の車、はい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 、はい、はいはい、言葉はいらないと思う次のあの車です。アイコンタクトしてたみたいな乗ってきます、はい、了解です多分乗ってきたらこれぐらいはみ出ると思うけどね。これシャッター閉まりますよ。ああ、いかんかん、閉まります乗ってきますね、はい、その先生よろしくお願いします、はい、ということでね、新商品も続々出てますけども、はい、まあ、この辺の手入れとかは変わらずですか。そうですね、変わらず開発中のもあると、今絶賛開発中の車種もあったりするんですけど、いや、なんか街中でねハイエースとか見て、この流れるテールとか見ると、あら、またバレンティかと思うんですけど増えてますよね。増えてます、増えてます、ね、前回紹介させてもらった、うん、ハイエースのあのトゥルルルっていう下から上に上がってくる、はいはい、あれが結構売れてる、大反響見かけるな、なんかな、はい、ありがたいわけです。なるほど、ヤクジさんにね、売れてますか、CM していただいたので、こんなところにもヤクシー流の恩恵が、はいはい、ね、助かってますね、六条店と一緒で恩恵があるそうですよもう六条店なんか、あれだってよ、大阪から車売りに来たんだって。そうなんですか、泉南波大阪の車があってなんで言ったら、なんか見たって言って、あ、はいはいはい、もうこ家のすぐ近所に、すぐのとこに、はい、ラビットあるんだけど、はい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 、岐阜六条店まで行きました。変わっとるんだわ、まあまあ、高速代も結構するんかなと思うんですけど、ガソリン、ね、ここに売りに来ましたとか言ってね素晴らしい人ですね。すごいよ。それからなんかこっちのアンテナショップの営業が、そうなんですよ、はい、うちのここの併設 の、はい、あの本社の併設のバレンティオフィシャルショップっていうんですけど、はい、こちらが、営業日が、はい、変更になりまして、はい、以前、まあ、土曜日も営業させていただいてますっていう話はちょっと紹介させてもらったんですけど、うん、今年の1月から、はい、日曜日も営業させていただき始めました。はい、日曜日いるんですか。はい、日曜日も、で土日はスタッフ2名体制でおりますので、はい、ぜひ遊びに来ていただけたらなと。結構来る、やっぱ土日。そうですね、はい、やっぱり、ね、休みですね、やっぱり土日休みの方の方が多いもんですから。でそれに平日休み、そうですね、それに伴って、はい、火曜日水曜日が定休日と変わりましたので、なるほど、ね、平日お間違いなくという感じで、じゃあ土日はやってますね。土日は空いてます、はいはい、祭日は、祭日は定休日になります。定休日ね、はい、土日はやってます。土日はですね、で、はい、土曜日の祭日っていう日もあるんですけど、土曜日の祭日とかだとやる
休日になったりとか、はい、してますんで、そちらの、営業の告知は、オフィシャルショップの、SNS の方で配信させてもらってますので、まあ、それからそちら確認していただいて、はい、ご来店いただければなと思います。わかりました、はい、ね、土日も営業するっていうことね、はい、ぜひお休みの時にね、ここに、はい、実際の商品を見てね、やっぱり選んで、そうですね、いろいろ、そうですね、話聞けるかなと思いますの で、はい、皆さん、ね、土日足を運んでみてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。